ここは古代文明が残した聖なる地だ。この墓は何世紀もの間閉ざされていた。気味の悪いところを。お先にどうぞ。油断するな。ここには侵入者に備えて恐ろしい罠や落とし穴が巧みに隠されている。私から離れず指示に従いたまえ。かつてここに記された秘密のために多くの愚か者たちが争い、そして罪もない人々が命を落とした。それを忘れるな。ルートから外れてはならない。そして私の指示通りに行動するのだ。こっちだ。最初の障害物だ。小さくジャンプしたまえ。ここで君の才能をテストする。歩くを押しながら前を押すのだ。おいでララ、怖がることはない。これは序の口。先には大きな危険が待っている。前とジャンプを一緒に押すのだ。油断は禁物だ。愚かな油断が命取りになる。我々のルートは流れの向こうにある。この溝は前より大きく縁も険しい。まず縁まで歩き、前とジャンプを一緒に押すのだ。宙にいる間にアクションを押せば突き出たところをつかめるだろう。アクションを押しながら前を押せ。どうだ、上に登れるだろう。もう一度飛ぶかね。それとも一休みしてお茶でも飲むかね。ああ、一度にできるといいんだけど。でもその素敵なスーツにお茶をこぼされちゃ嫌でしょ。ここは大ジャンプだ。まず私がやろう。慎重にやれよ。失敗は許されない。縁まで歩いて後ろを押せば助走する距離ができる。
前を押し、すぐさまジャンプを押し続けるのだ。次にアクションを押せば岩棚をつかめる。この壁の亀裂は使える。長年の経験だよ。伊達に年を取ってはいない。スーパーヒーローってところね。いや、スーパーマンだ。おふざけはこの辺にしよう。壁際でジャンプをし、アクションを押せば掴まれる。さ、右を押して体を揺するのだ。いいぞその調子。さ、前を押して上がれ。これはハイホールという技だ。安全に下に降りることができる。さ、ドアに背を向けて、まず後ろを押してアクションを押せ。アクションを離せば飛び降りることができる。ここで新しい技を覚えてみよう。橋を動かす装置はこの流れの向こう側にある。こうした川は前史時代の丘陵地帯の地中深くにある洞窟を通って流れている。そしてその結果。寒いわ。もしかして持病の痛風が痛まない？水深が深いところではジャンプを押せば泳ぐことができる。方向を使って向きを変えるのだ。川底に古代の工芸品があるかもな。水草が生えてるだけよ。残念、無駄足だったかな、ララ。それでは前と右と左を使い水面を泳ぎ、そして向こう岸までたどり着いたらアクションを押して岸に上がるのだ。レバーかボタンを探したまえ。近くにあるはずだ。見つかったらアクションを使って動かすのだ。濡れたままでは体に良くない。あの壁を急いで登れば服が乾くだろう。ちゃんと気にしてくれてたのね。困っているご婦人を助けるのは紳士の義務だからね。ロマンチストなのね。おっしゃる通り。さ、壁を登るのだ。アクションと前を押せば壁をつかめる。アクションを押したまま前を押せば登ることができる。そこにもう一つのレバーがあるはずだ。レバーを押し、急いで戻っておいで。
さ、ついてきたまえ。ジャンプを押し、その後アクションを押せばバーに捕まることができる。そして前を押せば進むことができる。アクションを離すな。離せばもう一度やり直しだ。これは日記には記されていないが、内側からしか開けられないに違いない。誰かが穴を通り抜けるしかないな。誰かってつまり私のことでしょ？ああ、私では大きすぎて罠を作動させるかもしれん。君なら大丈夫だ。調子がいいのね。足元の穴に向かって立ち、しゃがむを押してごらん。続いて前を押せば這って抜けることができる。ああ、バックパックか。どうやらこれの持ち主は我々ほど運に恵まれなかったようだ。運は自分で掴むものよ。次は？いよいよこれからだ。ここの主たちは怒っている。彼らは決して侵入者を許さない。
急いで先に進まなければ。走るときダッシュを押せばスピードが上がる。隙間に飛び込め、隙間に飛び込むのだ。ジャンプをして潜り込め。ここが5つの塔の園だ。右が異端者が進む道、左が気高き者が進む道だ。気高さにかけちゃ私が一番よ。面白くなってきたな。どうだね。勇気のないものはここで引き返す。君はどうかな、お嬢さん。大歓迎。退屈してたの。この扉を開けるには二人の人間がいる。君は扉の上にあるレバーのところに行け。私はここでスイッチを動かす。前を押し、次にアクションを押し続けるのだ。穴にぶら下がったらしゃがむを押し、隙間に入り込みたまえ。ジャンプしてアクションを押し、ロープをつかめ。ダッシュでロープを揺らし、タイミングよくジャンプを押せ。飛び越えるんだ。